やかなドレスまとい豪華なディナーいただきラグジュアリーな寝室で眠る何一つ不自由なんてあるわけございませんが幸せで贅沢生活ただこんな私にも重大で深い深い深い悩み事がありますのお兄様を好きになるって悪いことでしょうかドレッサーミラーに映る今日も美しいですわヒントビボも生まれ持っている周りにいる殿方が小僧って口説いてくれるけど無理ね薄っぺらいのよただこんな私にも重大で深い深い深い悩み事がありますのお兄様を好きになるって悪いことでしょうかお兄様私小須田君なんか全然好きじゃありません私の好きな人はお兄様あなたよなんてなかなか言えないどうしたら伝えられるかしらお金で買えないものってあるのねああお兄様どうすれば振り向いてくれるの金儲けの力なら法律を少し変えて結婚できるようにしてみせるこんなにも大好きで大好きで神様に祈ってひざまずいても叶わないお兄様を好きになるって悪いことでしょうか